お,おかえりー今日早いじゃん、はあその袋またコンビニでお菓子買ってきたんでしょうもう無駄遣いやめなってまあまあじゃないそういうのの積み重ねが大金になななな,な何,何よはいや私まだ怒ってるんだ吸われってええー はい。怒ってる途中の私を座らせて何よ。何このお菓子。あ、私に買ってきてくれたの。それはありがとうだけど。でもうちにお菓子あるし、てかこれ何 見ていいのうんえこれってさポッキーですかいや無理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 、やだ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 何がって…はあ、ジラジラしすぎ、うざじゃあ普通に食べます いや、無理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 。絶対にやらないポッキーゲームなんて。やらない。無理。は照れてるとかじゃないし。今日、お菓子食べちゃったから、チョコレートいっぱい食べちゃったのにこんな、また甘いもの食べたら、お肌だって荒れちゃうし、腸内環境にだって良くないし。やっぱ恋人のためには可愛い子でいたいじゃない だから残念だけど食べられないごめんねえじゃあおやつとしても食べられないねってあっん <laughs> そうだねえあえっえそれはプリッツ よってもおかしいだし。というか、うちらももう大人です。大学生同士とかならまだしも、同棲してる社会人同士だし、ポッキーゲームなんて。いや、誰かに見られるわけじゃないけどさ。なんか。え じゃあ、髪が青えなどうなんだって。うんだって在宅クリエイターだし、会社の規制的に問題ないし、人に合わないし、別に法律にも転職してないしん。ま、ポ、ポキーゲームもそうだけど。うーん。もうーん。わかったわかった。じゃあ、もうやるよ。 その代わり1本だけね当たり前でしょ残りは全部普通に食べさせてポッキーもいいじゃんそれぐらいだってこっちはさそっちの要求飲んでるんだから別に食べたっていいでしょは肌荒れ知らない子ですうるさいうるさいうるさい はあ、はあ、早く早く。浮いてないで早くして。はん、あ。うん。うん。うん。あ,あ、美味しかった。いや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 、事故事故。今のは不良の事故。 悲しい事件でした残り食べよあんうん何を何か不満なわけそういうことじゃないって言われましてもじゃあ逆になんで私とそんなにさあの ポッキーゲームがしたいわけテレサせたい。なんでうんうんあー私の方が普段しっかりしてるからってことう はいいやそんな絶対可愛いとか言われてもだったってもいい大人ですからいや照れてるわけじゃないけどうんうん もう一本だけだからね。うわうるあ、古さ、びっくりした。もう、喜びすぎだから。わ、分かった。不良の事故も起こさないようにする。できるだけ。もう起こさないようにする。は、はん。うん、うん。 <laughs> はい耳熱つ愛いですかそれは良かったですは毎月なんかやらないよお菓子代だってもったいないしてかそうだ私たち今記念日の旅行に向けて貯金中なんだから余計な買い物しないで 買ってくるかは分かんないけど次またもしこういう買い物があったら私に連絡してスーパーで買ってくるからいや違うポッキーゲームを許可したわけじゃないスーパーの方がお菓子が安いって言ってるだけだからね聞いてんの、はあ、バカなんだから。 でも、あいつまだ、私のこと可愛いとか、思ってんな。<laughs> てかあいつどこ行ったんだお風呂まあいいけど。はん。うん。ま。はん。<laughs> うん。うん。おかえり。 は何その量玄関に置いてたってはあえこれ全部ポッキーなんでこんなに買ってきたの私に何味がいいって言われても対応できるようにバカじゃないの本当に情熱をかけるところが絶対に間違ってる いくらしたの全部でいくらしたのって聞いてるの。二人でいいところのご飯が食べられる金額じゃランチなら。本当にバカなんだから。えっどど,どうしても私の可愛い姿を見たかったじゃないの反省しなさい。 でもまあ、こんなにあるならもったいないから、それは美味しくいただくし。<laughs> これがなくなるまで、一箱に一本だったら、やってやったっていい。追加で買ってきたらもう絶対にしないからね、一生だからね。わかったじゃあこれ、しまっとくから。 さっさとお風呂入ってきて。<laughs> あいつ、あたしのこと大好きすぎだろう。バカが。